今回は、先週に引き続き、吊り橋探索の3回目、九州中部、後編。その昔、吊り橋は、揺れるものだった。でも現在、瀬戸内海だけでも、巨大な揺れない吊り橋がいくつもある。揺れる吊り橋を渡りたい。どこかに揺れる吊り橋ないかな？吊り橋が揺れるかどうか、行ってみないとわからない。なぜ揺れる吊り橋を見つけたいのか？心理学で吊り橋効果っていうの聞きますよね。これって吊り橋が揺れるの前提でしょ。だったら揺れる吊り橋は今どこにあるんだってことです。笑。今回も Google マップスでピックアップした九州中部の吊り橋。後編で行くのはこの4箇所。2022年10月8日土曜日、吊り橋探索ツーリング3回目スタート。午前8時50分ごろ太宰府インターを通過。今日は車が特に多い。天気はまあまあ、気温は20度 C ぐらい。ということで、ナビに従って走ること約2時間。看板に誘われ寄り道することにしました。離合の必要があったら初心者はビビりそうな道の先にバイク専用駐車場も設けてあります。熊本県下益城郡美里町、美坂遊歩道、日本一石段、3333段。約100段ちょっと登ってみたら、登りやすい石段でした。でも、時間がないんで、今日のところはこのくらいにしといてやる。マジか？回数半端ない。で、寄り道でルート変更したせいで、というわけでもないけどこうなりました。結構な迂回を余儀なくされた。さらに迂回した先は、ナビで目的地まで 3.9km、看板には 4km 先が通行止め。これ、いけるよね。目的地まで 1.2km 手前で、あ。どうする？こんなことになってました。諦めようかと思いましたが、ここまで来たので迂回して約 1200m 歩きます。人影のない坂道を登っていきます。呉湖古代の里という施設。しかし、近づくことはできませんでした。わずかに見えましたが、荒れていて渡れそうもありません。でも、もう少し見たいと奥へ回ると、河原へ降りる階段がありました。そしてさらに下へ。このままだといずれ崩壊しそうな状態の呉湖吊り橋。時間かかったけど検証できませんでした。
長居しないでさっさと歩いてバイクまで戻ります。次の吊り橋、上屋敷園庭の吊り橋を目指します。途中で右手側に予定外の吊り橋を発見しました。熊本県球磨郡五木村横手公園、サビだらけの支柱と欄干、木製の床板、鶴橋という名称だそうです。床板は部分的に張り替えられメンテナンスされているようだけど、左右の縦の鉄筋の曲がりはこれでいいのか。まあ揺れないけど。改めて上屋敷園庭の吊り橋ですが、そこまで約 2.7km、 数分の距離でした。ただし検証はできませんでした。で、次の予定は小原の吊り橋です。災害復旧工事の横を抜けていくと、小原の吊り橋も確認できませんでした。 U ターンです。ところでこの五木村には興味深いアトラクションがありました。左側にある道の駅子守歌の里五木の少し先、66メートルのバンジージャンプ、左折して少し入ると受付の建物、直進すると右側に大きな橋があります。予約してないんですが、と申し込んでみたらいっぱいで受付不可でした。いつかチャレンジしようと思います。本日最後は滝見の吊り橋です。実はここは以前行ったことがあります。ここには白竜大橋と白竜火橋があり、白水の滝の吊り橋とも言われています。最初のクレコ吊り橋のアクシデントで昼食抜きで、現在時刻15時45分。滝見の吊り橋まで75分ほどかかる予定です。そしてこの橋は特別な仕様になっています。17時あたりはもう日暮れが近い雰囲気です。ここにバイクを止めて白竜大橋まで歩きます。急な斜面です。今更ですが、そもそも歩くの好きじゃないんです。ここに書かれてる距離、多分直線距離です。実際こんなもんじゃないです。もう荒れ放題です。なんだか疲れと空腹で心も荒れ気味です。笑。で、先ほど言った特別な仕様というのがこちら。長さ164メートルの白竜大橋の中央部分、床板が透明のアクリルになっています。撮影センスがなくて申し訳ないです。先ほどの場所から2分ほど移動し、別の駐車場に来ました。こちらが本来メインの入り口になりますが、いずれにしても放置状態のようです。ここから白竜火橋まで歩きます。こちらも荒れてますね。これが長さ120メートルの白竜火橋。
この橋の床板はスタートからアクリル仕様です。でも経年劣化でかなり曇っています。これなら人によってはドキドキすると思いますが、もうそれ吊り橋だからじゃないよねって感じです。時刻は18時、日没前ですが山陰ですっかり暗くなりました。ここから家まで約 230km、 3時間30分。休憩や食事をとっておよそ4時間30分ってとこか。今回は打率悪かったですね。最初から連続の通行止めに見舞われ昼食抜き。帰り着いたのは22時頃。走行距離は約 510km でした。歩いて渡るだけでゆらゆらふわふわと揺れる吊り橋。徳島県に桂橋という有力候補がありますが、他に情報がありましたら教えていただけるとありがたいです。とりあえず九州地方、中国地方、四国地方で